東京米浦安市川医療センターは、千葉県浦安市東大島3丁目にある医療機関、公益社団法人地域医療振興協会が運営する民営の病院である。前身は、勝南病院、浦安市川市民病院。歴史、概要を、参照1913年に浦安町と南行徳村が電線隔離病者を設置したのが始まりである。 1951年6月に国民健康保険直営活難病院として開設され、1965年10月に総合病院の承認を受け、1997年4月に浦安市川市民病院と改称した。2007年11月から医師不足による上勤位の減少、厳しい経営状況により存続が困難となり、運営していた一部事務組合である。 浦安市,市市川市病院組合が民営化の検討を開始した。そして2008年2月8日に浦安市川市民病院事業の運営形態を民設民営にすることを求める意見書を採択。同年10月2日に地域医療振興協会を後継法人に決定。2009年3月31日に浦安市川市民病院は閉院した。 施設を引き継ぎ、東京米、浦安市川医療センター会員。民営開校直後から新病棟への建て替えのためにも診療科へ縮小して、診療を継続。新病棟は2013年度末までに344床へ増床して運営されることになっていた。ありがとうございます。